トマベ知識認定コーチの西村です。本日はクリスマスが近いですねってお話です。私妹からこんな立体のカードもらいました。なんかコーチングの1周年記念も兼ねてるらしいんですけど、なんかこれ見てて思い出したんですけどね、昔私アパートに住んでたことあるんですよ。父親が転勤族だったんで。そしたらなんかおもちゃのプレゼントをサンタさんが雪の日に持ってきてくれました。びっくりしたんですけど、そしたら小学校だいぶ高学年になった時に母親が後で教えてくれた。おもちゃの売り場である一定以上の金額のおもちゃを買うと、サンタクロースの格好をしたお兄さんだか おじちゃんだかがお自宅にそれを届けてくれるってサービスがあったんですって。ママと幼かった幼稚園の私、サンタさん来たって何年間信じてたのかな。多分かれこれ5年間ぐらいは軽く信じてました。サンタさんって売り場でも勤務してるんですよ。サンタさんって最近のお家では煙突ってないじゃないですか。だからリアルサンタが本当に北欧からやってきて、で煙突をくぐるっていうことは今はなくって、北欧で活躍を続けてらっしゃるんですけれども、そのサンタさんの代わりにいろんな人がサンタ役をなさってるんだよっていう。で皆さんもぜひお父さんお母さんになったらそういうサンタ役する日が来るのかもしれませんね、みたいな話をヤフーの知恵袋でしてたの見たよっていうお話でした。皆さんはどんなクリスマスの素敵な思い出持ってらっしゃいますか？